では、一つ一つの文字の発音を解説しましょう。まず、A です。これは、A と言ってはいけません。A と言ってください。次は、B です。これは、日本語の B と違って、破裂するように、B と発音してください。次は、C です。これは、C と言ってはいけません。次に、F です。これは、随分変わっています。絵の後で、ふというとき、このように、上の歯で、下の唇を、そっと触るようにして、息を吹き出します。次は、L です。まず、2回読んでもらいましょう。L、L。この時の口の中の様子は、このようになっています。L というより、L と考えてみてください。そして、うの時の口の中は、このように、舌が、まっすぐになり、この歯茎のところに、強く当たっています。そのまま、うーとうなってみてください。これが、L です。もう一度発音してもらいましょう。L、L。次は、M です。これは、M の、むのとき、完全に唇を閉じてしまって、んとうなってください。円と聞こえるかもしれませんが、大切なことは、唇を完全に閉じることです。では、お願いします。M、M。次に、N。これは、唇を閉じてはいけません。N といえば、だいたい正しい漢字になります。N、N。次に、O。これは、O と伸ばしてはいけません。うをつけて、O と発音してください。O、O。次は、P です。これは、前に言った B の時と同じように破裂する音です。破裂するように P と発音してください。ブレンダさん、お願いします。P、P。次は R です。まず2回読んでもらいましょう。R、R。この時の口の中の様子はこのようになっています。R というより、R と考えてみてください。そして、うの時の口の中は、このように、舌を奥の方に引っ込めて、舌の先が上顎につかないようにして、うーとうなります。もう一度発音してもらいましょう。R、R。次に、V です。これは、前に出てきた F の時と同じように、このように、上の歯で、下の唇を、そっと触るようにして、ぶと、息を吹き出す音を使います。そして、V と発音するのです。ブレンダさんに発音してもらいましょう。V、V。次の、W は、あまり気にしなくて構いません。W、竜と言えば良いのです。最後の D とは、随意というのが普通です。終わり。